はい、来ました、アブクラッシャーセットで来たダンベル以外のやつ、パーソナルジムセットかはちょっとどうしても硬くて重りが外れなかったんでちょっと返品。まあどっちにしろこのアブクラッシャーで腹筋だけをトレーニングして火を折ってから効果を見ていこうと毎日やって決まった時間をと思ってたんで、これだけちょっとやってみます。とりあえずで、これが来てからも組み立てが結構難儀するって言ってたんで、その組み立てがどれぐらいいるのか、場所をどれぐらい取るのかっていうことも踏まえてやってみます。よし、なんかいっぱい入ってるけど、ちょっと付属品がいくつか出してきます。品が多いけど組み立てれるの困難と、これ何、あれ電池が出てきた、よっ、あれ、よいしょ、よし、これが説明書。これちょっと組み立てとか誰かにやってもらわないとあれかもしれないね、あんまりこういうのやったことない人は。よし、見て説明書見ないと分かりません。取扱説明書と保証書付きってなってる。セット内容の確認、まあいろいろこれだけのセットが入ってるってことで、レンチって付いてるから工具はいらんのか。1、スタンドを広げる、これか、これを出す。結束バンドで止められてる。結束バンドを切るか、車内もな、切らな、切れた。あ、これハンドルか、ハンドル、こういうのはきっと外してくる。よし、ちょっと干渉専用に、よいしょ、よいしょ、あれ、これをのけやな、の監視。よし、寝た寝た。ヨガマットはこれでもいけそうな気がする。よし、これをまずはいきます。スタンドを広げる、こういうゴムも多分いらんので、どうやって広げる、どうやって広げる。メインフレームにあらかじめついてるスタンド用固定ピンは2個とも外します。2個とも外す。スタンド表現、スタンド用ロックピンを差し込んで固定。あ、これか、これを両方抜いて、そしたらスタンドが広がると。あ、なるほど。負荷レベルを調整できます。12ページ。この角度によって負荷を調節するんやけど、どうも3段階に調節、角度が上がれば上がるほど負荷量が強くなるということで、最初はちょっと初級でやってみよう。これが一番角度が低いのが多分初級。膝置き台を取り付ける、これやね、膝置き台、こういうことか。あ、ナットとかもついてる。これがなんか運動方法を指導する CD かな。電池もついてて、よし、これがこうなんかのセンサーみたいなやつかな。よし、ほんで6つあるんか。膝置き台をここに、これを取り付けるんか。それにこれをそれぞれ、多分微妙に肘用と足用で大きさが違うみたい。こっちは多分肘用、こっちが足用、外側の方が広い。だからこうか、こういう感じで取り付ける。外側の方が広い。で、こう。このキャップをこう刺すんか。肘用スポンジも外側が大きいやつ、これを取り付けると。よし、なんか形になってきた。
5、ハンドルを取り付ける。で、ハンドルを、あ、こっち見たら説明それぞれの項目で詳しく書いてくれてる、見てなかったけど。なるほど。じゃ、これを、ハンドルを、こう、取り付ける。で、こっちもこれを、わっしゃ。ちっちゃいわっしゃがもう一つあって、ほんで、これで締めると。よし、付属のナット、付属のスパナを使って、締めていくと。よし、OK。ハンドルを取り付けた。次は、メーターをハンドルに取り付ける。プラスドライバー側を使います。このドライバーを使って、ネジを2本、取り外す。取り外した2本でメーターをハンドルに取り付ける。こうやって、これ取り付けづらいな。こういう感じで。よし、OK。各コネクタを接続、色が同じコネクタ同士を接続してください。あ、そうか。赤コネクタについては2つあるけれども、どっちをどっちに接続してもいいみたい。よし。OK。接続しました。プラスチックカバーを取り付ける。こうなったのか。ほんで、付属の、このネジで締めてたらいいか。まあでもこれ、一応それらしくできた。経過時間どれくらいあるのかね。30分。30分あったら組み立てはできると。ほんで、完成。で、使用方法どうしたらいいんやろ。単4乾電池2本セットで、これ電池もついとったので、これを単4乾電池2本をセット、よし完成。あ、ゼロって表示された。スタンド用ロックピンを2本とも外す。あ、これか、これを外すのか。お、あ、そうか、これでここのやっぱり一番軽いところで負荷量、これでいいんや。最初はここでロックピンを固定して、で最初これでやるから、よし、これでいいんや。やっぱりで、これ CD での説明はまた後で見るとして、とりあえずやってみます。お疲れ様。メーターの見方表示音、エクササイズを開始すると自動的に表示がオンになります。いずれのボタンを押してもオンになります。表示オフ、エクササイズをせずに約4分間経過すると自動的に表示がオフになる。モードボタン、表示をする項目を選択。あ、タイム、エクササイズの経過時間もわかるようになってるやね。電池を抜くと全ての数がリセット。ちょっとやってみようかな。膝を、ここに、当てて、よいしょ。こっから、あ、脈も出る。お、上げてくる。もうしんどそうな。で、あ、タイムがこれ出てくるみたい。これで1回、これも出る。で、これちょっと何回かやってみる。2、3、あ、これ、4、5、6、7、8、9、ちょっと2分だけやってみます。あ、これすごい、下腹にすごい来る。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、67、
頑張れ。13、14か、15か。20回だけ。16、頑張れ。おお、きつい。17、18、19、20。それで、1回。これは。こっちがしんどいな。ちょっと待ってよ。別のね、運動をやってくる。っていう運動と、こうやってやるのと、返すやるのと、膝をまっすぐ持ち上げて、そのままで10秒間から止まって、ゆっくり下ろす。あ、確かに。確かにそれきついと思う。一回だけそれやってみる。ちなみに、タイマー出るんで、ぐっと上げて、1、2、3、5、6、8、9、10、おぉ。っていうのと、これも腹直筋とかかな、まっすぐのやつで左右にねじる、ねじれるんやろか。で腹斜筋を鍛える、エクササイズフォールド、左右にゆっくりひねる、膝をゆっくり下ろす。じゃあちょっとやつ、これをピンをこの刺さっとるのここに変えて、上の真ん中に押して、ん？入った？あ、すごい。これ左右に触れるようになっとるから、これで、ツイストっていうのがこの状態で、こうしっかり上げて、左右に振る。あ、これ、腹斜筋とかを鍛えるから。よいしょ。最後に、折りたたみ方っていう片付け方もあるので、それをやってみます。スタンド用ロックピンを2本とも取り外す。スタンド用ロックピン、あ、これ一気にガタンってなったから、これを取り外してスタンドを寝かせて、付属の面ファスナーで固定。スタンドを寝かせる、あ、こういうことか。これで付属のファスナーで、これが多分、あ、マジックバンドになっとる。これはちょっと左右に動かないようにするには真ん中の方がいいかもしれない。こう上になっとって、あ、こういうことか。ここに取っ手があるので、こことここを固定すれば、うん、これでくっつくやね。これで、あ、ここにローラーがついてるのか。ローラーついてるから、ハンドルをこうか、こう持ったら、あ、こうやって持ち運びもできると。あ、スタンドロックピンが、これがこうやって動くから、これを多分ここに差し込むかな。そしたら固定されるっちゅうことかな。このロックピンっていうのをここに差し込んだら固定される。で、保存するときは場所を取らないようにこれで置いとくんやね。で、このタイマー出てるのは、これを3秒間押した。1、2、3、あ、メーター変わって止まりました。こういう感じでしようか。で、脈拍とかも出るんで、そこら辺を管理しながらってところで、ちょっとこれ、毎日20回ずつとかでもやって続けてみます。変化があるかどうか。はい。はい。アブクラッシャー。来ました。ありがとうね。